はい、どうもジリです。今回は3周年直前ということでカラフェス限定予想していきます。イベント限定メンバーとカラフェス限定メンバーを合わせて予想していきます。過去動画と被る部分もありますが、よかったら聞いていってください。まずは前から動画で話していた1周年と2周年のメンバーが3周年では来ないと仮定した予想ですね。1周年イベントボーナスメンバーがいちかちゃん、みのりちゃん、こはねちゃん、つかさくん、かなでちゃんで、2周年の方がほなみちゃん、しずくさん、あきとくん、るいくん、まふゆちゃんでした。このメンバーを予想から外せるので、オリキャラを10人まで絞ることができるんですよね。ってことで候補になるのがレオニからさきちゃん、しほちゃん、ももちゃんからはるかちゃん、あいりちゃん、ビーバスからあんちゃん、とうやくん、ワンダショからえむちゃん、ねねちゃん、にーごからえなな、みずきちゃんの10人となります。では各ユニットについて詳しく見ていきましょう。レオニはさきちゃん、しほちゃんともに前回のイベントで星4になっていますが、プロセカだと1イベント挟んで登場は普通に発生するので2人とも候補として残ります。ただしほちゃんは限定実装数が5枚と多く、さきちゃんはカラフェスでのピックアップが未だに来ていないので、さきちゃんだと予想しています。ももちゃんは前回のイベントではるかちゃんがピックアップされているので、周期だけ見るとアイリちゃんではと言いたいところですが、アイリちゃんは7月に限定が出ており、はるかちゃんは去年の11月から限定が来ていないんですよね。さらにはるかちゃんは次のももちゃん箱イベントでのバナーの可能性もあるので、正直ここは絞りきれないです。ビーバスはあんちゃんが今イベで来ているので、ほぼ確でとうやくんですね。さらにあんちゃんは限定実装数5枚でもあって、とうやくんは今回の神候イベントでも来ていないので、さすがに運営からあんちゃんが連続で登場しますってお知らせが来ない限りはとうやくん出た感じです。ワンダショはエムちゃん、ネネちゃんともに8月の箱イベントで来ており、限定実装数も同じなんですが、ネネちゃんの方が前回の限定が1月と離れているので、周期だけ見るとネネちゃんですね。ただエムちゃんがサキちゃんと同様カラフェスでピックアップが未だに来ていないので、そこが懸念点です。ニーゴはみずきちゃんが今イベで来ているので、ほぼ確でエナナですね。アンちゃん同様、みずきちゃんも限定実装数5枚と多いです。ただエナナは年末年始 2.5 周年とここ1年で2回カラフェスピックアップされていて、今回もカラフェスピックアップだと1年間に3回カラフェスピックアップされた女になってしまうので、さすがに報酬枠かなと予想しています。これらをまとめると、レオニはサキちゃん、ももちゃんははるかちゃんかアイリちゃん、ビーバスはトウヤくん、ワンダショはエムちゃんかネネちゃん、ニーゴはエナナといった候補になります。あとは過去の周年とバナーユニットが被らないとしたら、バナーになるのはレオニ、ビーバス、ワンダショのどれかなので、皆さん注意しておいてください。次にカラフェス限定メンバー予想いきましょう。といっても候補はかなり絞られていて、それがカイトさん、メイコさん、サキちゃんで、組み合わせとしてはカイトさんとメイコさん、カイトさんとサキちゃん、メイコさんとサキちゃんの、3人の3通りの組み合わせですね。カイトさんとメイコさんに関しては、この2人だけ限定実装数3枚と最低枚数なので、さすがに来るだろうし、前回の星4タイミングやバチャイベでこの2人がピックアップされなかったことからも最有力の候補です。サキちゃんはユニット別で見た時唯一の奇数キャラとなっていて、どっかのタイミングで人数合わせのためにカラフェス限定として登場するはずなので、候補に入っています。ただ実装数やイベント限定メンバーのことも考えると、カラフェス限定キャラはカイトさんとメイコさんの組み合わせだろうなと予想しています。周年だからミクという予想もありますが、さすがに1ヶ月で星4限定実装というのは前例がないので、候補から外しています。と、ここまでは予想を最新情報を踏まえつつまとめた感じになるんですが、実はイベント限定メンバーの方にもう一つ候補があるんですよね。それが主人公組と呼ばれるいちかちゃん、みのりちゃん、こはねちゃん、つかさくん、かなでちゃんでして、プロセカは3周年に新旧という大きな節目があり、そこで登場するなら主人公組ではという意見があります。しかもこの予想、謎に星4周期や限定枚数ともバランスが取れており、いちかちゃんは前回星4が7月で限定が1月、みのりちゃんは前回星4が6月で限定が去年の10月、こはねちゃんは前回星4が8月で限定が6月、つかさくんは前回星4が6月で限定も6月、かなでちゃんは前回星4が7月で限定が5月、といった感じで全員周期的にピックアップされやすい、なんならこっちの方が周期だけ見たら有力じゃねって感じではあります。ただめたい話、主人公組が3周年も来てしまうと、まだカラフェスでのピックアップや周年未登場キャラもいるのに、主人公組ばかり来て優遇だといった意見が出て荒れるのが分かっているはずなので、運営はこの選択しないと思うんですよね。
あとはプロセカ運営ならユーザーから絞り取るために直近で主人公組をピックアップした上で周年に当ててくるはずなので、さすがに最初の予想したメンバーが来るかなと思っています。はい、といった感じで今回は3周年限定メンバー予想していきました。よければね、皆さんの予想もコメントで教えてください。周年ということでピックアップキャラを増やせる神ガチャドリームピックも来るでしょうし、石5000個や無料10連ガチャチケットも配布されると思うので、ガチャいっぱい回しましょう。それでは今回の動画終わっていきます。よければ高評価チャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。